山鉄サリン事件からきょうで20年です朝原翔子こと松本智頭雄死刑囚は事件後山梨県にあった教団施設の隠し部屋で発見されましたが ANN はその際に撮影された未公表の写真を入手しました1995年5月16日警視庁は山梨県上久石村にあった教団施設第六サティアンの隠し部屋で松本智頭雄死刑囚を発見・確保しました これはその際に撮影され、これまで公表されていなかった写真です写真には頭にヘッドギアをつけた松本死刑囚が隠し部屋でうつ伏せになっている様子や捜査員が松本死刑囚を抱えて部屋から出す様子が写っています関係者によりますと、この時松本死刑囚は汗だくで抱えられた際、捜査員に重くてすいませんと謝ったということです また隠し部屋の内部を写した写真もありましたが関係者によりますと当時部屋からは現金900万円余りやスナック菓子が見つかったということです地下鉄サリン事件では13人が死亡およそ6300人が重軽傷を負い現在も多くの人が後遺症に苦しんでいます